大内氏遺跡両運寺遺跡は、山口県山口市にある、巣王国の戦国大名大内氏の当主、大内義雄の母大寺であった両運寺の遺跡である。国の史跡、大内義雄の墓吉木川上流の山間部の南に伸びる絶上大地に建てられていた寺院跡、大地の南端を東西に横切る長い石垣が残っている。大内氏滅亡後から、 平成の世に至るまで実地調査が行われてこなかったため、寺院の詳細の一切が不明という幻の寺でもあった。石垣は寺の総門の意向と伝えられ、長さは約60メートル、高さ3メートル、幅2メートルの大規模な石垣である。また、その構えから通常の寺院としてのみの役割だけではなく、有事の際には城郭としても機能する。 城郭寺院であったと推定されている。日本の石垣は土手に石を積んで作られることが多いのに対して、両雲寺の石垣は大きな石を両面に積み上げて隙間を小石で埋める構造になっており、朝鮮半島の城や沖縄のグスクの石垣に類似している。このことから大内氏が朝鮮半島等と盛んに交流していた影響が伺える。史跡指定区域内には、 大内義雄の墓及び義雄夫人の墓と伝えられる二つの宝鏡陰塔と解散塔合わせて大小三基の石塔が残っている。その他の遺構については一帯が水田とされた際に柱穴や礎石の類が破壊され、ガラ岸や本堂等の配置の確認は難しいとされる。発掘された表像部からは焼けた土や炭も出土しており、 両雲寺の最後がどのようなものであったか解明すべく発掘調査が続けられている。両雲寺は大内義雄を会期として、永昇4年頃、両安、桂悟が解散。大内義雄の母大寺となり、義雄死後12月20日病没に墓所が作られる。天文9年12月20日には義雄の13回期が両雲寺で営まれている。 廃寺となった時期は不明であるが、大内義長の死による大内氏滅亡後ではないかと推定されている。昭和34年11月27日、大内氏遺跡の月として国の史跡に指定される。平成19年9月、奈良文化財研究所と共同で地下探査が行われ、平成22年から発掘調査が行われる。 第一次調査では1000点以上の遺物が出土し、大内美氏の門が入ったのきまる河原等が出土し、大内義雄時代の創建であることが裏付けられた。第二次調査では、現在の3メートルの石垣の上部1.5メートルは、後年、水田とするために積みました可能性が指摘されている。また、寺院の草門後の調査では、石積みの階段が出土を。 階段の幅が4メートルであったことも判明した。ありがとうございます。